じゃあ今日は10円玉を持ってまいりました。まあ何の仕掛けもない普通の10円玉でございます。でまずこの10円玉が世界で1枚だけの10円玉になるようにこうなかなか10円玉にこう書くことも多分ないと思うので書いちゃいます。はい、これで世界で1枚だけの10円玉でございます。10円玉右手で持ちまして左手握ってポケットの中から魔法の粉をかけてやると、これで10円玉が消えるんですよ。ボーって。でどこに10円玉が行ったかっていうと、すごい不思議でして、僕のこのね、この後ろポケットの中、もう見るからに怪しいものがあるんですけども、この中開けていきます。そうするとなんともう1個あるんですよ。こうやってね、厳重にこうねなってる中をまた開けます。そうするとお袋が出てくるわけです。袋中見てみます。そうするとなんとここから10円玉が出てきて、しかもちゃんと丸がついたやつ